どうも、ボンクラのドイツ担当コミです。さて、本日はですね、ちょっと見ていただきたい動画を撮りたいんですが、まあ、その前に、はい、こちら、ケイスケ実況局さんとですね、フレンド対戦やらせていただきました。いやー、うまいっすね。このクランさんって、もうすごい失礼なんですけど、結構ですね、ケイスケさんそのガチ攻めの動画上げないじゃないですか。なんで、割とこう、ゆるふわで、楽しくやってらっしゃるのかなんだって思ったんですが、蓋を開けてみたら、もうこれですよ。なんと、総破壊率 98% で、40対40なんで、120の、まあ、星が、パーフェクトであるわけなんですが、110。まあね、一応こちらも結構ですね、95% 以上の惜しいアタックたくさんあったといえどもですね、これだけの差をつけられて、しかも上四つ全部こう私含めて全開されちゃうっていうね。ショック受けました。ボンクラでケイスケさん、かなりですね、前回バシバシ取ってらっしゃるので、まあ、それ見て知ってる方もいると思うんですけども、まあ、これうまいな。でですね、本日はそのケイスケ実況局さんの中で、もう一段と輝きを放っていた、このアミタイスキーさんのね、ちょっと特集動画、させてもらおうかなというふうに思ってます。はい。でですね、何かっていうと、まあ、これなんですね。一つは、ま、私の村がやられちゃってるんですが、これです。編成はですね、まあ、イエティラッシュ系の編成なんですけども、両方ともですね、この、まあ、ユニット呪文構成でやってます。で、これ一個のパターンだと思いますね。でですね、まあ、言いたいのは、このイエティがうまいですよっていう話じゃなくてですね、こいつなんですね、こいつ。ロイヤルチャンピオン。こいつが、まあ、すごいわけですよ。エクセレント。まあですね、なんといってもロイヤルチャンピオンの使い方がうまい。ちょっとそれをね、よく見てもらいたいと思います。まずは、まあ、グランドボーデンで、こうですね、サイドカットをしながら、イエティを使ってこちらですね、8時方面のカットをしていく。まあ、ここまではまあ、オーソドックスな、イエティラッシュの入り方ですよね。まあ、この辺はもう、いろんな動画、まあ、私のものを含めて、ご覧いただいている方は、まあまあ、よくわかっていらっしゃる形だと思うんですけども、まあ、もう一個うまいのはこれですね。ババキンをベビドレで処理しちゃってるっていう、これ、ちょっとですね、ここまでやられちゃうと、まあ、ちょっと手のつけようがないんですけども、まあ一個ね、誤算だったのはこのギガインフェルノを起動したことくらいかもしれないですね。ただまあ、それもですね、まあここから一気にグランドウォーデンもついていって、ヒーラーもスイッチしていくんで、あんまり、まあ言うほどのダメージはなかったかなっていう気はします。はい。で、これもですね、実はクエイクミスってるんですよね、完全に。この壁が開いてないので、クエイクミスってるんですけど、それで、まあごめんなさい、ここですね。うん、それででもですね、これからやるロイヤルチャンピオンがめちゃくちゃうまいですね。これ見ててください。ちょっとイエティに注目しがちですが、見てほしいのはここです。ここ。何が起こってるかっていうと、まずですね、ホグライダーを縦にして、ロイヤルチャンピオンを出してですね、これ気づいた方いらっしゃいますかね。まあ、気づいてる方多いかもしれないですね。けども。これをやると、何がいいかっていうと、ロイヤルチャンピオンの体力見てほしいんですけど、まだこれ、能力残したまま、体力マックスなんですよね、この体力が。わかりますかね、これ。今、まあ、能力使いましたけども、体力がマックスの状態になってる。で、そのままホグを縦にして、どん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 、削りを入れていって、まあ、最終区画まで、ロイちゃんの体力を温存して、こう攻めていくっていう、このスタイルですよね。で、こうなっちゃったおかげで、見てほしいんですけど、ここのところって全部、もう、ホグプラスの、ロイヤルチャンピオンで削られちゃってるわけですよ。これのコンビで。すごいですよね。10日弊社プラス、まあ、ババキンで、そこにロイヤルをつけるなんていう方法もありますけども、あれがなんで伸びるかっていうと、私これ見てから気づいたんですが、おそらくですね、ホグライダーが途中からロイヤルチャンピオンの盾になってくれるんですね。このペッカとババキンが、まあ、最初は、ロイちゃん守って、そいつらが力尽きる頃に、後から10日弊社から出てきたホグライダーが今度ロイちゃんの前に行って、ロイちゃん守り続けると。そうすることによって、永遠とね、ロイヤルチャンピオンの体力が削られずに、ダメージを与え続けていくという、まあ、格好ができるわけですね。で、ちょっとね、もう一本見る前にロイちゃんの能力を確認していきたいんですが、これですね、ダメージ毎秒、これ530なんですよ。今、レベル20で、これ、この体力、じゃないわ、攻撃力530。これめちゃ高いですよね。例えば比較してみると、
バーバリアンキング、バーバリアンキングの攻撃力500ですね。氷よりも高いんですね。レベル70のババキンよりも。でアーチャークイーン、これは桁違いですね、781、はい。まあ、でなんですけども、秒間ダメージで言ったらアーチャークイーンの次に高いのがロイヤルチャンピオンと、まあ、いうわけで、こいつの攻撃力を最大限に使おうと思ったらやっぱ盾がいるわけですよね。どん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 壁の中入ってちゃうんで、アイゴレやゴーレムって壁の中入れないんで盾になってくれる範囲がまあ限られちゃうんですけど、ホグライダー使ったらこいつらが盾になってくれるんで、もうロイちゃんがアホみたいに伸びていくということでですね、まあ、このコンビはぜひぜひ覚えて使ってもらうといいんじゃないかなって思います。2つ目ですね、これボキボキさんが攻められたタックなんですけども、攻められたっていうか、もう攻めたタックですね。ちょっとめっちゃ自分目線になっちゃいましたけどはい、まあ、ここにクエイクを打っていって、イエティたちを、こうですね、間違えた、クエイクそこか、はい、すいません、若干下りましたが、ここですね、この区画を全部1個にしちゃって、ここにイエティを突入させていくわけですね。で、こっち側、ここをホグプラスのロイで潰していくという格好になっていくわけですね。さて見ててほしいんですが、まずしっかりサイドカットしていきます。でその上で、イエティを、こちらですね、この部分、この対空砲のところを目指して入れていきます。まあ序盤は、援軍がもうどうしてもこれ連れちゃうことは多分分かってらっしゃったんでしょうかね。ラバーハウンドを、きっちりとアーチャークイーンで外処理していくという流れですね。ちなみにこれアミタイスキーさん、私を攻めたのは初見なんですけども、このボキボキさん攻めたのは、秘書剣です。2回目のアタックかな、はい。なのである程度罠と、援軍の中身っていうのは理解した上で、攻めてらっしゃるんですけども、まあそれにしてももうバーバリアンキングこれ中に入れられちゃうってのも強いですね。キングが中で、イエティたちの盾にもなってくれるので、なおさらイエティが伸びるわけですね。でまあ外周こういうところ当然掃除必要になってくるんで、投下兵舎こっちに出していきます。これですね、投下兵舎をここに当てていってからのホグを当ててからのロイちゃんって、まあこんな感じですねの流れになっていきます。これもそうですね、ロイちゃんをちゃんとホグの後ろから出すことによって、ホグがきっちりと、クロスボウ、大砲、アーチャーと全部ターゲットを取ってくれるという格好になりますね。で、外側に関してはこれ、突破兵器を、6時方面ここに出していってますので、これですね、ごめんなさい、これですね、突破兵器出しててますね。なのでここのホグが今いますけども、こいつらがやられるタイミングで今度ここからまたホグがこう追加されてくるということになるわけですね。まあホグの波状攻撃というのも言いましょうかね、範囲攻撃で当然まあホグライダーってやられちゃうので、あんまり束にせずにこう2回に分けて出せるっていうのはまあ強みなんですが、まあ今回の場合で言ったら、まあ、後から出てきたホグはもう これいなくても全く問題なかったレベルですね。なんともう回収用のホグライダーみたいな贅沢な使い方になっちゃってますね。ではもう、いやーうまかった。今ですね、ジョーカーさんが全街道っていうのを出してらっしゃって、でそれですね、ぜひまだご覧になってない方で、結構ガチでね全開目指したいって方は見てほしいんですが、そういうですね、全街道のプランニングの中にも、こういうですね、なんていうのかな、刺さる配置と刺さらない配置みたいなものがあるんですね。ある一定の攻め方が、イエティラッシュならイエティラッシュで、そこでね、ジョーカーさんが言ってたのは、範囲を狭くするって話なんですね。イエティ出す場合には広がりすぎちゃうと、まあ、ヒーラーの回復効果とか、まあ、グランドオーデンのエナジーサークルの効果が出なくなっちゃうので、なるべく狭い範囲をっていう話をしてたんですけども、今回の、アミータイスキーさんももろにそれ守ってますよね。ここの範囲を全部イエティで、しっかりとこう、ケアしていくっていうところ、こんな感じですね、ケアしていって、でこっち側の区画ここに関しては、ここを、ホグプラスのロイちゃんでやっていくという感じ、でイエティもね、この範囲であれば、この範囲であれば全然ですね、ヒーラーたちが多少散りながら、回復を継続してくれるということなんで、の壁の区画を上手に使ってますよね。これ下手にこっち側とかにイエティがこう飛んできちゃうようなようなクエイクの打ち方、ここなんかにクエイクを例えば打っちゃうと、これはあんま良くないんですよね。しっかりとこの区画のこの壁を使って
イエティを、暴れさせているからこそ、このイエティたちがしっかり生きる。じゃあ残ったここはどうするのって言った時に、こういうですね一直線の、まあ、外側領域っていうのには、今言ったこのコンビがまあめちゃくちゃいい仕事をするわけですね。ここ、こういうとこですね。まあ、島型配置なんかでもこういう細長いようなパターンっていうのはよく出てきますし、まあ、今回の、ボキボキさんの配置の場合には、一応壁で区切られてるんですけど、ここを開けちゃえば今みたいにね、こう2つの、でっかい四角になっちゃうってことが分かりますのでね、まあ、そんな風な格好が作れる、絵が描ける場合には、イエティ、限られた範囲をイエティが暴れて、でさらにその残った一直線ゾーンをロイちゃんプラスホグが暴れると、まあ、この使い方をぜひぜひですねちょっと試してみてもらいたいと思います。これからね、私もイエティラッシュなんかする場合にはこれちょっと本当参考にさせてもらおうかなと思っていて、やってる人はもうやってるかもしれないですけど、まだという人はぜひやってみてもらえると、これはちょっと下手するともう、止めようのないアタックになってくるかもしれないですね。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、こういったイベント対戦いっぱいやっていきたいと思いますので、関西クラクラクラブにも対戦大好きだよという方はですね、遊びに来てもらえたら本当に嬉しいなというふうに思います。サンホール12から募集しておりますのでね、ぜひ、我こそはと思って方いらっしゃいましたら、思い切ってね、来てもらえたら、我々歓迎したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日はここで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。